はい、ズキです。本日は2021年1月末発売予定のウルトラモバイルゲーミング PC、 超小型のゲーミング PC 1GX1 Pro の実況チェックしていきたいと思います。この夏に発売され、私も動画にさせていただいたこちら 1GX1 をさらに強化したモデルということですね。実機については日本正規代理店のテックワンさんからお貸し出しいただいております。といっても自分のスケジュールの都合ですぐにご返却しないといけないので、とっとと見ていきましょう。それでは開封。はい、なかなか高級感ありますね。注意点として、今回お貸し出しいただいているモデルはプロトタイプですので、製品版とは違う可能性ございます。そのあたりについてはご了承ください。そしてこちら、じじじパカリンコ。 1GX といえば専用ゲームコントローラーですね。何やらガンダムとのコラボ、サンライズとの記載もありますが、後ほどこちらを取り付けて実際にゲームプレイしてみたいと思います。本体を取り出すと、非常にコンパクトですね。重量については思ったよりずっしりときます。箱の中は説明書関係ですね。そして AC アダプターと USB Type-C to Type-C ケーブルが同梱されていました。本体を見ていきましょう。サイズは非常にコンパクトで、横幅 173mm、 縦 136mm、 厚みは 21mm、 重量は 623g です。実測してみると 655g と出ました。外装についてはマットな仕様で、航空機にも採用されている6000シリーズのアルミニウム合金の削り出しボディとなっています。指紋防止加工も施されているということですが、結構指紋はつきやすいですかね。ポート類を見ていくと、正面右側面にマイクロ HDMI ポート、背面には USB Type-C ポートが2つと USB 3.0、 そしてイヤホンジャックがあります。この部分、このリングの部分が光るリングテールランプになっているそうです。正面左側面には今回 4G もしくは 5G 通信可能モデルも用意されていて、それらのモデルには SIM スロットも用意されています。底面には専用コントローラーを取り付ける溝と吸気口ですね。効果的なエアルフローシステムが採用され、純導ヒートパイプ、デュアル導ヒートシンクスケール、2つの異なるサイズのターボチャージャー付きクーリングファンを組み合わせて、この底面からの吸気を効果的にこちらの背面に排気する設計になっているとのことです。それではパカリンコ。ディスプレイの最大傾斜、開きは、はい、この角度、ここまでとなっています。キーボードは、はい、一つのこだわりということですが、日本語配列のキーボードとなっています。半角全角漢字のキーもありますね。ゲーミング PC らしく、オンオフ切り替えも可能な4ゾーン7種類のカラーパターンのバックライトも用意されています。電源オン、 Google Chrome を起動してヤフーのニュースサイトを開いてみます。非常にスムーズですね。ディスプレイは7インチのフル HD IPS 液晶で、ピクセル密度は 323ppi、 視野角は178度で 10.マルチタッチディスプレイとなっています。解像度はこのように設定変更可能です。デバイスの仕様を確認するとこのようになっていて、より詳しく基本スペックをチェックすると、 CPU にタイガーレイク、4コア8スレッド、最大 4.4GHz で駆動する第11世代の Core i7-1160G7 を搭載しています。さらにワンネットブック社独自のカスタマイズも施されているとのことです。 RAM は DDR4 16GB、 ストレージはマイクロ PCIe SSD で、容量は 512GB モデルと 512GB が2つ搭載された 1TB モデルが用意されています。これまでの5倍のパフォーマンスを誇るという内蔵グラフィックスは 1080p60fps での臨場感あるゲームプレイもサポートしているそうです。 eGPU ボックスにも対応しているので、ディスクトップクラスの環境を構築することも可能です。 Wi-Fi は 11AC の3倍の速度といわれる 11AX Wi-Fi 6 に対応し、バッテリーは 12000mAh で、動画視聴なら連続11時間駆動すると交渉しています。 65W パワーデリバリーにも対応していて、急速充電が可能です。現在最も高いパフォーマンスで 100% から 2% 減りましたが、残り10時間と表示されています。はい、ノート PC の代わりになるというと少し言い過ぎになると思いますが、サブノート PC としてビジネスの仕様にも十分耐えると思います。光学式ポインティングデバイスもなかなか使いやすかったです。それではベンチマークテストとともに実際のゲームをプレイ検証します。シネベンチでベンチマークテストしてみます。
はい、シネベンチリリース23のマルチコアは 3483PTS、 シングルコアは 1161PTS という結果になりました。続いてドラゴンクエスト10ベンチマークを計測します。グラフィック設定最高品質、解像度 1920×1080 ドット、 表示方法フルスクリーンでスタート。はい、ということで結果が出ました。ドラゴンクエスト10のような軽めのベンチマークテストだと、まあ当たり前なのかもしれませんが、スコア1110、すごく快適ということで、最高設定でも快適に遊べるということですね。続いてバイオハザード RE3、 そしてモンスターハンターワールドで実際にゲームをプレイしてみたいと思います。まずコントローラーを取り付けます。アナログな感じですが、この溝の部分にガチャリンコと、はい、取り付けます。向かって左側もガチャリンコ。本体との操作接続はパワーをオン、点滅したら反対側もオン。これで点灯に変わり操作可能になります。ゲームスタート。オプションでグラフィック設定を見ると、メモリが若干オーバーしていますので、負担を少し減らしてあげます。まあ、それでも 1.28GB 使っているということですね。続いてモンスターワールドをプレイしてみます。
はい、初歩も初歩、スタートもスタートの始まったところなので、あまり重めの処理はなかったと思いますが、それでもほとんどカクつくことなく非常に快適にプレイできました。コントローラーのキーの配置等はいわゆるスイッチタイプといった感じでしょうか。上部にもボタンが2つあります。はい、ということでいかがだったでしょうか。全モデルよりかなりプレイアビリティが向上していると感じますが、直販価格をチェックすると現在先行予約キャンペーンが実施されていて、専用コントローラーとレザー調キャリーケースが特典として付属します。まず一番ノーマルなストレージ 512GB モデルが税別 142,800円、ストレージが増設された 1TB モデルが税別 152,800円、ストレージ 512GB の 4G モデルがこちらも税別 152,800円となっています。5G 通信も可能なモデルが税別176,800円です。先行予約キャンペーンは予約数に達し次第終了する可能性もございますので、ご検討中の方はお早めに動画説明欄リンクよりチェックしてみてください。そして今回視聴者様用2,000円オフクーポンも発行いただいています。こちらについても動画説明欄に記載しておりますので、ご購入される際はぜひご利用ください。ということで製品版が非常に楽しみですが、プレイ検証してほしいゲームなどがあればぜひコメント欄までお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。